さあ前回に引き続いての録画です。できれば S プラス8に乗せたい試合に持ち込んだのはソーダです。はい、男になります。だって女にしてやるわよ、よろしくわよ。でまあバケツくんなんでね、なんとも言えない射程と火力で圧かけれてたらいいな。ほらよっと、もうすでにこっち見られてる。よし、オッケー。相打ちすら男になっちゃった。チキショー、そこにいますわね。私が女にされてしまってよ、どうしてくれようか。急いでボム転がしながら合流。多分ね、下から比較的攻めやすい。今回の私の武器はこっち寄りだと思うんだけどね。やべ、うわー、やられたやられたやられた。サイン大事だよ。リールガンにやられるのはなんか屈辱だよね。どういう意味やねん。いや昔苦労したのよ、いろいろあったのよリールガンはね。その苦労を乗り越えて、よいしょ、めっちゃ弾飛んで切ってる。よし、うおー、うまい、やる。じゃあやるじゃん。よし、椅子に座り直しちまったよ、思わず。ただ向こうは塗りがちょっと厳しそうに見えますね、パッと見ですけど。ナイス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 。マジ、オッケーオッケーオッケー、二重の罠だぜ。お覚悟。アーマーだから危なかったね。あれ置いてなかったら多分落ちてねえもん。よよよ、落ちると思った？思ったから言ってんの。自白です。はい、あれやばいな。オラ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 、あわ邪魔。お、これはやばいです。よし、チャーの気配がない。いないわけねえんだが、いって、もうすぐ降りれないんだここ。いつもなんか上ちょっと濡れてんだよな、お相手の色で。もうもっと上にバシャバシャしてから行かないとな、バレバレなんだけど。ナイス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 。にしてもこっちなんか妙に塗りつえな。やられたのか。よっ。オッケー。バケツ特有の攻撃範囲。よし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 、オッケー、ナイス。鼓舞していく。チームメイトとは仲良くな。クソ、2発目が出なかった、申し訳ねえ。あと一発当てるっていうのがな、できてねえな。もどかしいですな。なんか泡が一個お届けされてんですが、これ。
おら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 、くそー、クイボー火力まあまあまあ、エリア取られなければ問題ありません。前回に引き続きうさんくせえけど、まあ勝ちゃ問題ねえからな。よし、なんだかんだで勝率が 75%、 悪くはねえ。クイボーもちょっとな、活用していきたいけどな。7キルとかいう何とも言えない数値、勝率は最下位、悲しいな。ですがこのまま勝ち続ければこのゲージを守ることができるかもしれません。ついに来たな、もう一つのエリア、ホテルニューオートロー。こっちだとどうなるんだろうな。足の裏っぽい顔って一体何なんだ。にしても向こうはあのバレスピ光ってんのか、やだな。長射程で光ってるとか普通に嫌なんだよな。よっ、ふう、どうにかして少しずつ前出ていかんとな。やばいやつやばいやつ、すぐ気づいたわ。うわー、マジ、ひー怖い、圧が、圧が怖い。もうかなり侵略してきてんな、こっちに。ほら、うわマジ全落ち、これはやばいぞ。バレスピが完全に陣取ってるこの状況で一体どっちに向かえばいいのやら。よし、だけどようやく一体だぞ。とりあえずここで絶対リア取らなければ。やばいってこれ、エリアないし滞在ですぞ。まあとりあえずエリアを取り返せと言いたいが、塗り状況的にこれ勝てなさそう感が尋常ではない。二人がかりで少しずつでも返していくしかねえな、これ。なんで向こう届いてんのよこっち。え、後ろ、そういう向きじゃねえだろでも一番ヤバそうなスピナーは潰せたが、よしよしよし、まだ負けたと決まったわけじゃねえからな。諦めちゃいけねえのよ。すぐ取り返されると絶望感増すな。とにかく塗り状況がひどすぎるの一言。うえ、ボムナイトやるじゃん。さあまたしてもキルを取られていく。この絶望的な状況、まああっちに泡飛んでる分、あっちに、うわ早え、しかもボム当たってねえか、ギリギリちょっと奥に行ったか。結局遅延行為しただけで今回は厳しいかな。飛ぶぜ、間に合わねえもん。くぅ、躊躇なくやられたぜ。乾杯です。どうしようもなかったな悲しいぐらいの圧倒的敗北というか、あの戦いの土俵たるフィールドに足をなんか踏み出せてなかった気さえするな。その後味方の回線落ちで大変なことになった私は縄張りで癒されに来ました。よろしく。というわけで持ち込んだ武器はガロンよ。やってやんよ。行くぜ、メンタルバキバキメモリアル。スプラトゥーン編、参ります。もう行きますよ、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 行きますよ。にしても、フォークリフト君、超絶久々。やめろ、シャワーやめろ。お!オッケー!バキボキバキボキ、メモリアル。やばいやばいやばい。メモリアルメモリアルメモ、よしよしよし、生き残ればいいんだよ、生き残れば。やーべえって、うわー届いてない、くっそー、押し込んでやろうと思ったのにな。自陣超綺麗、誰かがプロフェッショナルがいますぜこいつは。
かまぼこがいい感じにやってますね。頼んだぜかまぼこ。そう、俺たちのかまぼこ。よし、もしかしたら今回の動画タイトルになってるかもしれない。そう、俺たちのかまぼこです。よろしくお願いします。やっべ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 大丈夫です。確かに今前線は崩壊気味ですが、俺たちにはかまぼこがいます。見てください、このよどみない、若干気になるぐらいに塗り残しのあるこの完璧なる陣地。さあ、かまぼこに報いなければならない。当然だよな。おれ、ゼロ距離はまずいぞ。向こうが今度ゴリゴリに来てますね。よし、かまぼこダイブいきます。かまぼこ死んでんだけど。よし、おれ、ハイロー、タチ、うわ、俺も立たれている。激しい戦いになってきた。どうなるんだろうな、むちゃくちゃだよな。じゃあ俺たちのかまぼこ、かまぼこは塗り意識強いからさ、かまぼこの近くでなんか、あ、塗り状況悪い、俺死ぬっていうのがほぼないっていうのはジャンプ先としてすげえありがたいよ。割とマジでグエー、かまぼこ、かまぼこやられた。ナイス、ちゃんと声も出せるかまぼこ、声の出るかまぼこですよ。品種改良に成功しているね。やばい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 、こっち来てる、こっち来てる、こっち、超こっち来てる。もうやめてよ。おら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 、うわ、相打ち、ボールドと相打ちは塗り状況的にはかなりプラスですが、さあこちらはかまぼこ連合軍、いくいく、攻め立てる。いくぜかまぼこ、よし、やったぜ。いやー、かまぼこがすごい頼りになる試合だった。もうかまぼこ以外何も覚えてないねよし、実際かまぼこ塗りポイントやばいのでは。ああいう勝利の貢献もあるってことですよ。かまぼこやるな、ガンジープレイじゃんですが間違いなく今回は生きたね、その塗りが。さあ今回はアジフライスタジアム、かまぼこさんはいなくなってしまいました。悲しいね。ところでこういうね、インターネットでのハンドルネーム、そう、例えば今私はコック川崎になってるんですけど、こういう名前って決めるときって結構頭抱えるけど、僕の経験上食べ物の名前ってのは無難かつ愛嬌あっていいと思いますよ。例えばちくわとか、やったぜ。なぜあんたを狙ったのか、チャー嫌いだから。やべ、いえー、さすがに無理でした。狙われちったぜ。また証拠にもなく、つーか、また綺麗に取るね、これ。第二のかまぼこの到来を感じる。よし、さーて、かまぼこプレイによって自陣はかなり安定感あるんで、あとは少しずつキルを取って前線を上げていきたいところ。気をつけろ、チャーが見てるぜ。なんか一体倒したけど、こっちもやられちまった。これは向こうが上がってくるかな。ここ塗っとく。こういう時に警戒すべきは裏通りだよな。やべやべやべ、見てる見てる見てる、ニック機チャーが見てる見てる。一旦帰るべきというか、お前を潰す。チャーどこ行った、マジでいねえぞ。チーズ俺のチャーへの憎悪を舐めるなよ。絶対に地獄の底まで追いかけてる。
よし。うおーい、だがお前がいなくなってくれれば俺はどっちでもいいぜというか、お相手リベンジでこっちの位置見えてんのか。恐ろしい。リベンジだっけ、恨みだっけ、なんか忘れたけど、何せよその類のやつ。カーリングっぽいっぽい。ほれほれほれ、うおー、あー、ニックキチャーミな、この人もなんだかんだ食べ物、木綿だよ、木綿。でも木綿、木綿ってのはなんか素材的な、なんか豆腐じゃないんだよな。木綿豆腐の木綿の部分だからな。愛嬌が足りてねえ。だから俺は許さねえ。と言いたいところですが、木綿には勝てなかったよ。こういう時に結局ね、なんかこう、気兼ねなく呼びやすいって意味で、食べ物系はいいよね。うん。なあ、ゴンタ、負けたな。なんとも言えないスコアですよ、今回。もう一戦やっちゃおっかな、今回。ちょっとオーバーしちまうけど。さあ、私がかまぼこさんのプレイに影響を受けて、塗りに塗ってやるぜ。ガロンだけど。ガロンでやる必要あるんですか？あります。理由はね、いざって時にキル取れる。それだけで十分でしょ。ね。いざって時にキル取れないから、その手の武器は評価が落ちるんだぜ。だから圧倒的な陣地塗りによって、そう、勝利をつかむぜ。そしてプレッサーがたまりましたので、なぎ払え。よし、結果的に大サポート完了だぜ。いやー、素晴らしい。よし、バッチリですぜ。こいつは陣地的にもほら全然負ける気しんね。移動できる距離が多いっていうのはそれだけで、プラス圧倒的陣地を埋め尽くし、そう、お相手はもう逃げ場がほとんど残っとりゃん。わしのことか。はい、さあ塗っちゃうのかな。塗っちゃう、若葉いっちゃう。私の塗り残しを、剃り残しをね。さて、戻るのも早いからな。やっぱ塗り自体にいいことばっかりだからね、これ。ほい。なんかこう、派手なプレイはやっぱ、キル取ってドゥバババみたいなところあるからさ。あれですけど、基本は塗りよ、塗り。逃げ場ないね。よいっす、よいっす。オッケー、ボールド狩る。おっかねー。でもあれだぞ、陣地を大切にするんだぞ。とにかく敵の隠れる位置を潰しつつ陣地を広げていくことで勝利をつかむ。なんかナーザ縄張りみたいなこと言ってるぜ。出会い頭に気をつけな。うお、あー、出会い、二人いた、二人いた。デュアルがいたのはちょっと想定外だったぜ。さあ陣地取られてく。せっかく綺麗に塗っておいたのに、この野郎。ですがその塗りってのは結局こちらに包囲されてることをお忘れなきよ。やべ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 、雨で痛いんだって。やばいんだって。あれ死んだわ、あれ死んだわ。助かったわ。よし、くそ、あんな太刀打ちで舐めてんじゃねえぞ。よっしゃーいやー、フォークリフトの上に乗りながら立ったまま打ってるだけってなかなか、でも緊張感はあったな。結局いい試合でした。はい、ですが動きやすかったね。やっぱ塗り大事だな。うん。バケツでボコられた試合がまさしく足元すらおぼつかない感じだったんで。はい。塗りの大切さをガロンで改めて知る回でしたね。ありがとうございました。僕1時間喋り続けて疲れた。おやすみ。See you!